邪魔。よし、いいとこ見つけた。完璧、ここやな。こんにちは。めっちゃいいとこに米田コーヒーのカップが置いてあった。やっぱりね、いいですよね。私思い出とか全部置いとくタイプだから、初めて米田コーヒー行った時のカップですら置いてる。こんにちは。痛くない。なんか関西人ってさ、ぶつかったら、うるさいうるさいうるさい、ぶつかったらさ、痛くなくても痛って言うよな。別に関西人じゃなくてもいいけど。こんにちは。理科。あー、いいね、まとめてるね、黒島、いいね。これを使ってない教材の学校もあるから、これを写してもいいんかな。もう写らんか、使ってるやろ、どうかしら。よし、こっちは写ったか。よし、オッケー。お姉ちゃんとモレヘンプリクラ撮った時や。邪魔やからここ貼っとこう。こういうのって置いときたいけど邪魔やねんな。片付けたいけどめんどくさいから、もうちょっとあと。今日は数学がありました。あー、くまさんの授業もう一回受けたかったな。まあ、そんなこと言ってもしゃあないねんけどな。ちょっと値段だけは剥がしとこう、これ。ここに入れとこうかな。筆箱パンパンやねんな。ペンギンが太りすぎてる。これ、あー、でも危ないな。あおお。時にいらんかんですか。出てこい、いらんかん。目の表情、懐かしい。なあ、映画時代やな。しかも割と初期やな。平先生に言われてめっちゃ勉強したやつ。目の表情ってめっちゃ電車で調べてた。懐かしい。難しいですよね、表情って。でも前に比べたら私は豊かになったと思いますよ。ちょっと待ってな。イラン社会のなんか地図帳となんかいるんやった教科書があるから、よこしょよこしょ。あっぱ、危ないね。ここな、地味に行きにくいねんな。あ、下パジャマ割れた。よいしょ。社会ややこしいねん。よいしょ。
よいしょ。で、チリがいらんくて、ウコタエいる。あ、違う、チリやからいらん。歴史、歴史まだ使うんやって。何年とか言ってないからいいのかと思ってた。確かに、残ってるまだ。これで合ってんのかな。お間違い出てもしゃあないけどな、これしかないから。ち、あ、あったあった。よっこいしょ。で、これを持っていく。はい。オッケー。よいしょ。揺れるね。ちょっと片付けなあかんねんな、ほんまに。今日は数学やる。数学やからあんま喋られへんかもしれん。え、今日な数学1回目あってな、なんかどんな先生なんかな、待って、書いてない、どんな先生なんかなと思ってな見ててん。もうずっと観察、こうやって、ここマスクしてるから見えへんけど、でもう移動するたびこうやって見ててん。もうガンビラキ、こんな、え、どんな風に見えてるんやろ。背高いからさ、この顔を正面から見た、こんぐらいの角度かな。いや、そんなと言ってないか。で、下隠れてる、これで見られてる、ずっと。え、怖い。怖いかな、これ。マスクしてるよ。たまに笑ったりもする。怖い？怖いかな。どう思う？怖いと思う。ちょっと話しかけたいねんけど。ちょっとさ、あの数学のさ、次がさ、今日たまたまなんか知らんけど、いや、そんなことないか、体育やからさ、着替えなあかんねん。しかも今回の、今年はあの移動せなあかんから、着替える時、教室からあの男女でな、分けんねんけど、前のクラスは私が移動せんでいい方やってんけど、今年は気にせなちゃう、移動せなあかんかったから、コメント読んでもた、移動せなあかん方やったから、早う行かなあかんから、もうみんな着替え出すねん、さっき私も着替え出してんけど。そう、だから急いで行かなあかんから、喋られんかった。前私が移動せんでいい、女子が移動せんでいい時は着替え出してた。もうだって中に来てんねんもん。けど急に着替えられたら困るやん、ちょっと。だから急いで出る。でも私は次の準備したいねん、先。まあしゃあないけどな。マイネームの方が出やすいから、あ、商品名、ペン、ネームペンの方が出やすいから、こっちに変えよう。こういうところを地道に直していかないといけないよね。2組19番、あ、今年の私は2組19番です。どうぞよろしく。2組がさーとか言ったら、あー自分のクラスなんやなと思ってて、申し訳ない。あの多分忘れて普通に言いそう、2組がなんかこうやわみたいな言うかもしれへんけど、ついてしまう、まあいいや、理解し理解しついてもいいか、英語か、まあまあまあ英語し切る、だ気にせえへんやろ多分。英語の先生さ、自己紹介カードみたいなやつを毎年初めに書くねん。それでめっちゃおもろかったんがさ、血液型を書くところがさ、右上にあんねん、端っこ。みんな A 型とか B 型とか書いてんのにさ、一人だけさ、ライオン先生だけさ、朝型って書いててさ、絶対そういう意味じゃない。めっちゃおもろくない？
え、多分ふざけて書いてんやろうけどさ、さすがに本気では書いてないやろうけどさ、めっちゃおもろない？そんなことある？え、びっくりしてんけど、そんなことあんの？おもろ、クワガタおもらんかったっていうか先生らだけやねん。いや自分らも書くけど、なんかちょっと髪が違うんかな。で血液型はなんか違う場所に書くとこはあったわけど、先生らのやつは右上やねん。朝型って感じやばすぎ、おもろ。まあでも確かに朝方やなとは思った。朝起きんの早そうやな、5時とかに目覚めてそうやなと思ったよし、これを持っていく。えぐない？こんなキャンで。いや今日もリュック重かったけどさ、よっこいしょ。あー腰が痛い。ちょこっちの腰が痛い。こっちってわからんか、これが痛い。多分などっかがな伸びてないんやと思うねんな。どっかってここしかないねんけど、痛いわ。痛いっていうかなんかな、痛いねわからん。リュックやで。何やと思う？あ、スクバ？スクバじゃない。まあ早く高校生気分になりたい子はスクバ買ってる子もおるけど、一人ギャルだけ生体行くけど、めっちゃいい人やねん。でお姉ちゃんの同級生の昔から知ってる人やねんで同じクラスの子も行ってる、その人のことも知ってる、なんか微妙な関係の人やねんでめっちゃいい人で、そうなんか私いい人すぎたらな気使ってしまうねん。なんかなんて言うんやろ、めっちゃいい人すぎて、なんかめっちゃ優しいねん。でもな、ふわふわした優しい感じじゃなくて、なんかなんて言うんやろな、面白い、うん、なんて言うんやろな、なんかまあ優しい人やねん。なんか優しすぎたらさ、私気使ってまうから、気使わんように頑張って喋ってんねんけど、なんかさ、そんなに大したことないのに整体行ってたらさ、なんかって思われそうでさ、嫌やなって思ってしまうねん。考えすぎな人間やから。超いい人、クラスにギャルがいるって素敵。ほんまに？私はそうは思わないよ。全然真面目にやってくれる方が素敵だ。でもそのスクバ持ってるギャルは別にアラさんからいいかな、入ってこへんし。そもそも入ってアラスコが一番めんどくさい。授業進まんし、うるさいなーって思ってる。あとすぐ喋るのはいいけど、叫ぶ子めっちゃ嫌。お願いやから叫ばんといてって思ってる。うるさい確かに頑張ってる時点で気使ってんのか。さあ今の先生は提出物に一言書いてくれるタイプかな。いやー、クマさんが特殊やっただけやと思うけどな。あんなこんくらいの一文やけど。叫ぶコールで、叫ぶってかもううるさいねん。声高いしボリュームでかいし、普通の会話なんやろうけどずっと喋ってる。なんかその人からしたら喋ってるだけなんやろうけど、ほんまに高いしでかいしうるさいねん、ほんまに。からやめてほしい。でもなめっちゃうるさいねんな。でもな、なんか争うとしてる時もあるけど、って感じ。クマさん豆やで、ちゃんと書いてくれてた。なんかテストもなんかここが解けてたら90点だったねとか、あとなんだっけ、照明が
完全に全部合ってたら完璧びっくりマークって書いてくれてた、嬉しい。とかよく頑張ってますねとか、忙しいのになんかすごいですねみたいな、なんか書いてくれてて、しかもめっちゃ字綺麗、この人の字めっちゃ綺麗、いい先生やろ、誰が見てもいい先生やと思う多分。新しい先生いい人そう。それね、あ、西馬クラスではない、あの西馬やったら全然いい。あのな、なんか善意で溢れてるやん、なんか善意とさ、なんかやる気で溢れてるやん、あのうるささは、しかもちょっとうるさいって言ったら静かにしてくれそうやん、あれはいいねん。なんほんまにうるさい時にさ、ちょほんまに静かにしてほしい時にさ、静かにしてくれたらいいねん。西馬クラスやったら多分普通に楽しいうるさい感じになりそう。ほんまにな、ほんまになうるさいねん、ほんまに進まへんねんって時あるから、ちょっとうるさい、まあいいけどね、まだ前の方やから耐えって感じ。あと私の斜め後ろにおるからうるさいだけかもしれへん、端っこやったらまだ違うんかも。ペンギンコメント書いてくれんで、オッケーかグッドだけしかもめっちゃ字汚いまあ人のこと言われへんねんけどないやでも人出るよな、人柄やろ、あれはなんか心地悪くない声してるやろ、なんか意志の強さが出てる感じの大きい声やん、大きい声って感じやん、あれは大きい、あの私のクラスの方は大きい声っていうよりうるさい声の方が勝つねん、どちらかというと、だから言えねんな、ちょっとね、ちょっとね、もうちょっとだけね静かにしてくれたな。でもさ、ああいうのってさ、言ったら言ったでめんどくさいからさ、あんまり言いたくないやん。うるさいんですよね。もうちょっとじゃあ高さを下げてくれたらまだ耐えるわもうちょっと低かったら多分まだ、あ、うるさいボリュームってなるだけで耳が痛くはならないと思う。なんかあの金属音みたいな声わかる？ハチキーは叫んでうるさそうな子はいない、確かに確かにいや、アンジュさん可愛いな、私の時より全然うるさいと思う。なんか金属音やねん、なんかなんて言うのな、不協和音っていうかなんかね、広島さん可愛い系、この声聞こえへんくない、だからあっちはうるさいし、こっちは聞こえへんねん、あのもともとさ聞こえるタイプの声じゃないからさ、なんかもう何喋っても書き消されんの向こうに、からあー、足って何って話し出す人、確かにな、私はちょっと静かにしてほしいなーっていうか、もうちょっとどころじゃない時やったらちょっとうるさいっていう、多分なちょっとやったら耐えるから、あーなんか数学やるのめんどくさくなってきた無理、なんか急にやる気なくなってきた、喋りたい、せっかく配信に前のめりな時は喋る方がいいよね。何の話やったっけ何の話やったっけ、あ、そう、私の声が聞こえへんって話、ほんまに聞こえへんねん、ボリュームもないんやけどさ、普通に聞こえへん声してんねん。幸子さんおる、幸子さんおる、あー、熊田幸子さんおるで、パイロットのお仕事ちょっと今休暇らしい、今の声、え、この声で喋っても聞こえへんねほんまに、ボリュームもちっちゃいと思うで、そうやねんけど、緊張してる時はほんまにちっちゃいと思う、ほんまに聞こえへんと思うんやけど、それでなくてもちっちゃいねんな、聞こえへんねんな、なんかかき消される声してるから、もう特に聞こえないの本当に、
その子たちが喋るとね。だから先生を読んでも自分の席から先生のとこまでは届かないから絶対。だから先生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 ってここまで言いながらちょっと最終的にトントンってするまで気づいてくれ。でトントンってしてももう向こうでなんか喋ってはるからもうなかなか向いてくれへん。こっちまだかなーって待ってるいつも。ほんまにないけどな、まあ、元気でよろしい。いやーゆりなさんの声めっちゃ聞こえる。でまんじゅさん、まんじゅさんの声と交換してほしいわ。ほんまあんだけ可愛かったらずっと喋ってるわ。机に切れば後ろやねん残念ながら。あでも机押したことある。人おらんけどな。あの全然人が座ってるとことかじゃなくていやいやってなって机こうってやったことある。倒れてはない多分。そんな強く押してない。なんかめっちゃ何やったっけあれ1年の時のなんかな。それもまたそのうるさい人たちなんやけどなんかな巻き込まれてな。ほんでもういやいやってなってなんか笑いながら泣きながら暴れてた。おもろ。分かってくれる。緊張してる時は喉が開いてないねん。そうやねん、な閉じんねん、閉められてるみたいな感じだから声出へんねん。閉められてるからなんか泣きそうになってくんの。おもろ、めっちゃ叫んでガッて。おもろ、そんな時もありましたね。成長しましたね。いや今やったらあんな、なんであんなに悩んでたんやろって感じ。そんなんさ向こうが100悪いねんからさ、そこまで自分のな数時間費やしてまで悩まんでもよかったのになって今になってやっと思う。ね、そんなしょうもない人のためにわざわざ人生かけんでもって思うけどな。まあいい経験になったんでしょうね。いいと思いますよ。それはそれでその分あれやから先生らとよう喋ったからそのおかげで。って考えたら全然いいよ。だってめっちゃ相談したもん。これって私悪いですかねってどう思います、これなんかどっか悪いとこありますかみたいなを、あの向こうが悪いよなっていう言い方じゃなくてなんか自分のなんか言い分に変なところがありますかっていう意味でめっちゃ聞いてた。担任の先生はずっとさ言ってくれるやん。だって担任の先生をかばってなんかこっちに来られたから。めっちゃ向こうも申し訳なさそうにしてんの、えかわいそうと思って。え覚えてる、おもろ、あの配信をしかもその当事者が見に来るっていうでコメントするっていう、おもろ。ちょもろいな。その時の連絡の履歴とかも多分まだ残ってんで、私消せへんタイプやからそういうの。ブロックもせえへんタイプやから、おもろいなーって見てんねんずっと。あこんな時もあったなーって見返すねん。だから置いてるなら容量がなくなんねん。でも消したくないねんな。おもろいやん、おもろいやんとか言って。そう、いやあの時でもな、多分なそんなしょうもないことでって思うけど今でも多分さもう一回やったら割とあーってなると思うで。なんかなストレートやねんな言い方がね。まあ中学生やからな。そうなんだけど中学生からなって割り切ればよかったんけど割り切られへんよな。そうかわいそうやでな。面白い、容量ない全然。今なんか今もお母さんに言ってたんけどない全然。めっちゃ消してんねんで毎日。私めっちゃさ素直にさ言われたことを受け入れてしまうタイプからさ、なんか全部信じちゃうねんな。なんか苦しめたら分かるやろとか言われるのも全然分かれへんねんほんまは。
なんか分かってそうな顔してるだけで全然分かってないから、あなたなら分かるでしょって言われてって言ってるけど全然分かってないね。こんばんは。分かってる時もあるで。あの話されたことに対しては分かってるけど、ここまで言ったらあなたなら分かるでしょ系はあまり分かってない。分かってそうな顔してるやろ、困るねんこれ。ほんまに分かってないねん。分かってなさそうな顔がよかった別にいいけど、分かってそうな顔でも、ね、分かってる体で進んでいくからさ、分かってないどうしようってなるから、そういやね、聞いてるって言われるよ。でも私でもうんうんって目を見せて言いすぎて、うん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 って言いすぎてな、マスクしてるけど、なんか 見すぎててなんかほんまに分かってるって言われる時もある。なんか分かってないからうんうんって見てんのかなっていうタイプの人もおる。嘘ついても見抜かれそうな顔してる。全然分からへんねんそれが。なんだっけな、なんかな、いろいろな、騙されねんな私。ペンギンとかもうすぐ嘘つくねん。私はいつもそれに引っかかってた。えって言って、そうやってってなるとか、ペンギンがこれ見て泣いたみたいなやつをめっちゃ信じて嬉しそうに、あの時のペンギン先生泣いたんやんなみたいなこと言ったら、あれ嘘やでって言われて悲しいってなった。全部信じちゃうねん私ほんまにもうちょっと疑った方がいいんやけどな。でもな、なんか分かれへんねんな、ほんまに。珍しい画角。え、でも前はこれが多かったん、去年の4月頃かな、そういえば。あ、懐かしい。4月から5月、生誕終わってよっしゃ切り替えようってなって、うわ懐かしい、ここで髪の毛巻いて配信してた、懐かしい。ここに白いな、なんか後ろ見えへんように白いやつ置いて、もう今めんどくさいからやれへんねんけど、懐かしい。とりえ、まあ素直なんは、まあ聞き手っていうか、なんかいいと思うけど、信頼はされやすいと思うけど、騙されやすいよなやっぱり。あー嘘、ペンギンの、いやあれはほんまに移動かもしれへんかったから嘘ではない。でも1年の時の移動かもは嘘あれはめっちゃ引っかかったけど、なんか嘘っぽいなとは思ってたけど、なんか嘘やろうなって完全に信じてしまったら、なんかあほんまやったんやってがっかりするのが怖いから嫌やなと思って、そう怖いからできひんねん。2年も疑わないの、いやあれはリアルやった。でもほんまにそうやったらしい、ほんまに移動やったかもしれへん。なんか校長先生かな分からんけどに、なんかばっかり、え思った生誕の時めっちゃなんかって言うやんと思って、でもな、なんかってなりそうな気はしてたから後で弁解しようと思ってたあの今年のやつはほんまに危なかった。校長先生になんかここにいたいですって言っていけたって言ってた。よかったね、よかったよかった。見たいんやろな、そりゃそうや、ペンギン降りたかったよな。でもクマさんも降りたかったやろな、修学旅行も行きたかったやろな。お土産買って帰ってあげよう、かわいそうやから100円くらいのちっちゃいやつクマさんにはいどうぞって。でもクマさんやったらせっかくいいから気使わんようにちっちゃいのにしてくれたんやなって言いそう。そう移動候補やったで、だって全然長くおるもん。あーゆいのさ、あの電気のビリビリは見破った、あれは分かりやすかった。なんかもう明らかにかわいそうやったもん、動きが手の
なんかこれがさ電気のさビリビリやったことある人にしか分からんさあの痛いさこれを表現してたから。でもただバラエティとかよう勉強してはるからゆいなさんからわざとそれを演技してんのかなとも思ってん。だからあんまり自分の意見言われへんかったん。ゆいなさんやと思うなってあんまり言われへんかったんけど1回しかやってないから私。けどなんかさめっちゃ前に出た時もビリビリやってん私なんかバチってくるやつ。でもそんな痛くはないけどびっくりする感じだったん急に来るから。そうでもなんかこうあれを長時間受けたらこうなるんやろなって感じの手しててんからうわ絶対なんかでもパッと見はゆいなさんなんやけどな演技うまそうやから演技なんかなとか思ってあんまり言われへんかった。あれでめっちゃ私の意見を自分で信じてこれやって言ってたら二人とも信じてくれてたと思うけどそんな自信なかったババ抜きでてんなちゃんと一緒にやった。おーよかったよ。最近メンバーいっぱいやってるよな。そう自分の顔は信じれなかった。ゆいなさんなんか痛すぎたら笑いそうやなと思ってん。なんかほんまに痛すぎたらしんしんさんの手震えてんのは演技っぽかった。なんかほんまに流れてたらプルプルするっていうよりもなんかあーってなるから多分あれは演技やなと思ってん。でカレンさんもさすがに痛かったらピロピロせえへんやろって思ったからえゆいなさんじゃないって思ってゆいなさんかなって思ってんけど我慢してピロピロって思ったんかな。でカレンさんになった。うちは映ってた私まだ途中までしか見てない。なんか最近気が持てへん。あのなんかもうお風呂の時間は無音が良くなってきた。うんそうやねん。同い年おらんくてさ3年生おらんねんな悲しいな。このままやと成人式一人やで。でもさすがに10期は同い年おるやろ。別に一人でもいいけどな。めっちゃ写真撮ってくれそうやん。だっていろんなとこから撮ってくれそうやからさ全然いいっちゃいいけど話したいよな誰かと。でもなどっちにしろなおっても後輩になるんやろ。だからそのこと仲良くなっとかなさ一緒におっても喋られへんやろ。じゃあ悲しいから結局どっちでも良くなってきたな。入ってくると思うでさすがに。だって中3ってめっちゃ入ってきそうじゃない。なんで去年中2が入ってこへんかったんか分からんけどおりそうやん絶対 2,3 人おりそうやん。うん全然おりそう。ねえ SKE の方も3年おらんの。なんかそんな私らの私の同い年ってなんかやめとこう。まあまあまあ別に一人でもやっていけるよね1日くらい。オーディションの時同い年おったんかな。私喋ってないから分からへんねんな。どうなんやろな。仲良くできるかな。まあまあまあまだ来てないもん。何を考えてもしゃあない。なんかさまた喋りたくなってきた。あのあ確かにあと5年おるってこと。ほんまやなあと5年はおるってこと。そんくらいやったらおるんちゃう。だって今ね、7年ってことやろ。おるんちゃう分からん。どうしてもやりたいことができたらやめんちゃう。それかもうどうしても耐えられへんくらい嫌なことがあったらやめんちゃう。どっちかちゃん分からんけど。もう私はこれをしたいんやって思うかもう私はこんなことしなくないって思うかどっちかでやめるんちゃう。でも5年はおりたいなって思うけどな耐えられへんのおもろい。めっちゃおもろい。もう無理ってなって机飛ばしてやめんねおもろ。かわいそうすぎるやろ
しようと思うだけ。あー世界一周出かけそう。おもろいわ。出かけたいけどな。おもろいよ、めっちゃおもろいよ、全然おもろいよ。18で世界一周、18じゃないで、27。全然違う。私27で世界一周したいです。うん、大学行きたい。多分な、私不安症やからな、行くと思うで。行けるようにめちゃめちゃ勉強すると思うで、多分。ほんまに不安症やからさ、だからストックとかもいっぱいないと怖いねんけど、なんか怖いねんな。ただでもほんまにゴーと言わず言い続けたいとは思ってるけど、今後の人生にでもそやな、必要性を感じなくなったら。めっちゃ悲しいこと言うやん。でもそうやな、だって100年生きれるかどうかって感じやで。でも15年生きてしまってんねんで、からさ、もうな、そんな言うてる前やろうし、からあんまり無駄にしてられへんから時間。から必要なくなったらそらやめるよ。けど多分そんな、それこそ不安症やからやめるってきっぱり思われへんと思う。文系かな、ペンギン曰く理系、クマさん曰く理系、リス先生曰く能力的には文系の、やりたいのは理系なんじゃないって言われた。ペンギンなんて言ってたっけ、理系じゃなかったかな。わからん、なんて答え、ペンギンだけ答えたの覚えてない。おもろ。でもなんか どっこいどっこいやねんな、国語と数学が。国語と数学が同じくらいやからさ、理系かな、分からんけど。でも理系の方が収入いいから。おもろ、悲しい。ちょっと理系かなとか思ってるけど、あ、理系のように感じる。あ、じゃあ理系かな。でも能力的には文系とか言われたけど、分からん。でも読解力あるって言われた。私はないと思う。私は全然ないと思うけど、あるよって言われる。ないよ。15年自分と向き合ってきてるけど、ないと思うよ。そんな2年間見た人に言われても。でも多分な、先生らが言うんやからあるんかもしれへんけど、んなことないと思うけどな。文学部が合いそう。うん、国語好きよ。でも数学も好きよ。だから難しい。得意なんかどうかは分かれへん。ただ私は先生のその一言書いてくれるのが嬉しかったから、もっと頑張ろうと思って頑張ってただけかもしれへんし、難しい。言葉遣い上手、上手やって上手そうかな、かな。言い方が変なだけちゃう多分な。私愛されるために生きているから、自分で自分のことあんまり好きになられへんタイプやから、人に愛してもらわなしゃあないねん。もうから愛される喋り方をずっと研究し続けてきたの、小学生の時から。からどうやったら自分のこと見てもらえるかなって思ったら、変な喋り方するしかないねん。変な喋り方してたら、なんかこいつ変な喋り方してるって、なんか一個突っ込まれるねん。な、一個笑ってくれるやんってなったら、ちょっとでも見てくれるからって思って頑張ってた。もうわざとやったで最初は。でもなんか途中から普通に喋られへんくなってきた。癖かな、なんか変な喋り方になるねん。もうその癖がついて、あの愛されるようにって考えてたら、ちゃんとした敬語より若干崩れた敬語の方がいいねん、親しみやすいからって思って、ちょっと崩した敬語にしてたら普通の敬語が喋られへんくなってきた。おもろい。卒業しないって意味かなわないのかな。無理ではないと思うけど難しいと思うで。めっちゃ大変やと思う、ほんまに。アイドルになった動機の根源を聞いたような気がしました。あー、いいね、いいように。
察するね。勘がいいですね。そうですよ。私はそのキラキラしたアイドルに憧れてっていうのもあったけど、なんかそれ以上に私が生きてる、生きてていいって思いたかったから応募した。大学入試の共通の国語テスト受けても点数取れそう。なわけないやろ。もうちょっとさ、知識技能がいるんじゃん。思考判断がまだいけたとしても無理やろ、そこ。生誕、あー来てた来てた。めっちゃさ、誰よりも盛り上がっててさ、サングラスの時にさ、発見して目を追って、なんかうわーみたいな感じでペンライト打ってたからさ、あやばいと思って振り間違えた。2番の振りしてもうた。企画力ある、やった。あでもそれはちょっと思うかも。考えんのは好きやねん。こんなんしたら面白いんじゃないとか、とりあえず考えんねんけど、やってみて思んないこともあんねんけど、だからそういうのは思うんちゃう。だって愛されるようにって考えて生きてきたんやね、今まで15年間。さすがに最初の5年とかはないと思うけど、愛されるようにって考えてたから、どうやったら笑ってくれるかなとか、どうやったら自分に興味持ってくれるかなとかずっと考えてたから、めっちゃ早いな喋るの。だからそうなんちゃう。うん、レイアウト私が考えた。嬉しい。なんかああいうの任せてくれるのも嬉しいねんな。だからほんまはもっとやりたいねん。なんか私は所属感がある方が嬉しい。共同体に、共同体で、共同体の中に所属してるっていう感覚が欲しい。もっとなんか自分がここに、だからもう入った理由と一緒やん。存在してていいって思いたいねん。なんかもう目に見えるように自分は必要とされてる、ここにいて大丈夫って思わな不安やねん。また不安にはつながる。やばい、全部復習、復習ちゃうわ、伏線回収してる。まとめてしまった、伏線回収、復習になった。なんか全部つながってる。不安やからさ、そうやねん、熱くすタイプ。超尽くすタイプ。尽くされたらちょっと申し訳なくなってんな。おもろ。とにかく自信がないねんな私は。まあいいよ、まだ若いからね、大丈夫だよ。まだ私は何十年で残ってるんだから。え、知らんけど大丈夫だよ。クマさんに教えてもらったのは、なんか少なくてもこの世界のどこかに一人くらいは自分のことを認めてくれる人が、好きでいてくれる人がおると思うからって言ってくれた。すごいよな、そういう、そういうさ、言葉でさ、なんか安心させられるっていうか、人の原動力になれる人ってすごいよな。クマさんってほんまにそれやったよな。そのクマさんの助言の一言がめっちゃ支えになってたっていうか、自分のなんか折れそうな時の軸っていうか、明日も頑張ろうって思えるところやったから、から毎日会えないと辛いんですよね。まあロスになるのは序盤だけなんですよ。だからね、これも時間が解決してくれるんですよ。そう、多分な。でも私立ち直るの遅いから半年はかかるで。半年はかかるね。でももうすでに割とマシな方やから、去年とかに比べたら去年とかに比べたらマシになってきてる方やから、半年かからんかなって感じ。いい先生やで、あの人。
きら先生、あきら先生おもろいよな。アイドルとは野菜タイムである、めっちゃおもろいねんけどあれ。真剣にノート出せって言うから何かと思った。野菜パフォーマンスか、パフォーマンスとは焼き野菜食べてある、めっちゃおもろいやんあの人。ほんまにおもろい、はあ。何かと思った、でっかく書けよって、そんな大事なこと今から言うんやなって、なんかこの業界にいる時はこのこういうことしないと絶対にダメみたいなことかと思ったら、パフォーマンスと野菜炒めてある、みんなちょっとえってなったもん。めっちゃおもろい、懐かしいわ。でさ、自分の名前書いてってでっかく、ってなんか心理テスト的なことかなと思って、なんかこう書いたらこうみたいなと思ってけど、でかく割と、いやでもそんなでかく書けへんかった、書いて漢字で桜って。で何言うんかなと思ったら、なんか言って、何やったっけな、なんか頑張れ的な何かを書かせてた。めっちゃおもろかったな、明先生。おもろい、秋ごとに違うこと言わなあかんって考えてた、おもろすぎる。ほんまにおもろい。あー野菜炒め、その炒めで書きそう、おもろすぎ。パフォーマンスとは野菜炒めである、おもろいわ。髪型セット、髪質気になるな。気になるわ。アンジュさんの髪の毛めっちゃ綺麗。一組の副担の英語の女の先生がアンジュさんと同じ誕生日やったけど、血液型もう一緒や、すごい運命だねこれは。すごいな、すごいなと思って気を発見した。そのさ、朝方って書いてた先生の左下に書いてた、発見した。朝方おもろすぎる。なあの服どこに売ってんやろな。でもたまにさ、お店ナンバとかのさ、地下でさ歩いてる時にさ、なんか、あこの靴めっちゃあきら先生履いてそうって時のさ靴ない？なんかこの分厚いさ、こうちょっと高くなってるさ、なんかこう、あこれ履いてそうって靴があんねん、たまに。おもろい。顔は似てないな、でも足は長い、背も高いけど、プレゼントしよう、サイズ分かれへん。おもろ、で持ってたりして似てるから。なんかな、あきら先生もな、あきら先生とペンギンが似てるかもしれへんっていう話前にもしたよな、そんな気がする。似てるわけじゃない。あ生誕の届いたって、撮りに行きたいけど配信中。うわ、じゃあ次回ここに並べる配信。届いたって、郵送のやつ、めっちゃピンクのイメージ、確かにツンデレのかまってちゃん、なんかな、なんて言うんやろな、話し方っていうか、今何考えてるんやろって思うところ。うわやばい、もうペンギンの顔覚えてない。ペンギンの目を見た時の顔全然覚えてない。あきら先生も覚えてない、やばい。思い出そう、演習率見て思い出そう。演習率まだあるで、 3.1159265359923386264343829====2====8====4819︰　1 3.1159265359װ====2====================3params　2params　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 2
ンジュさんは覚えてるよ。
もうギブミの時の顔まで覚えてる。リハの時の顔まで覚えてる。もうもはやあれやもんね、41桁カモンと言われへんもん。アモールス信号もうあんま覚えてない。手とかしか覚えてない。いやもうそれも覚えてないかも。もう全然覚えてない。 E がなんかこんなんやった。これかどっちかやったと思う。覚えてないもん。どういうところが似てるやろな。なんか今絶対何か考えてるんやろうけど何考えてるかわからんって感じのやつがぽい。似てる。この人は今何を考えてるんやろうって考えたくなる顔してる二人とも。なんて言うんやろな。ミステリアス。確かに。話したくなる感じ。別にめちゃめちゃ面白いとか、面白くないって言ってるみたい。あきら先生のことな。そんなことないで面白いんやけど、かもう常に笑わせてくれるとかそういうわけじゃないやん別に。でもなんか話したくなる感じがする。二人とも面白いよね。不思議だね。充電が 4% やばい。いつも私公演の日とかそのくらいで帰ってきてる。あ、私生活でもなんかいつもより電池が切れたみたいになるって言ってた。でも去年1年の時の話だけどな。もうそれも過去の話になってしまったよ。やばいね。時が経つのは早いね。すごいよなほんま。早いわ。1年の時のペンギンは全然感情なかったからな。ムスってしてた。よく笑うようになったな。ペンギン先生も成長してんのかな。おもろ。そりゃそうやでな、人間やし。っていうかまだ20代やしな。そりゃ成長もするよな。ペンギンはな、最初の方めちゃめちゃいじってきてたからな。あれはどういう気持ちやったやろ。意外と若いで。そう、私ももっと言ってると思ってた。なんか貫禄あってん、入学式もっとなんかみたいな。めっちゃ怖あの先生と思ってて、なんかあの先生がこの学校の怒る担当の先生なんかなみたいなこと思ってたら全然そんなことなかった。まあ確かに怒る担当っちゃ怒る担当になりつつあるけど、まあそれ何年もやってたらしっかりしなあかんくなるよね。ああペンギンが生徒指導やから今もうそこまで来てしまったよ。もういずれは教頭とかするんかな、それかもう全然違う道に進むかな。そう最初30代やと思ってた私も。そうペンギンも立派になったな。もう20代やしな。もう20代って会った時から20代。ペンギン怒るで。ガチギレしたの見たことあったっけ。あめっちゃだるそうにする。本気で、本気で怒ったら、だるい、だるいんやと思う多分。なんか他の子の授業が進まんのも嫌やし、なんか普通にだるいしみたいな感じで、なんかもういい、いいからみたいな。いいからとは言わんな。なんて言うかな、いいってだるいってもう出ていいからみたいな感じ。こんな早くは言わんけどな。
だるそうな顔を常にしてる。あの人のことやからわざとなんか知らんけど。でも本気で怒ったらわざとじゃないんちゃう、さすがに。そんな感じやった。ペンギン。でも私はまだとか言って本気で怒られたことない。怒られたことはないかな、ペンギンに。だるがられたことはあるけど、いっぱいけど、そんなめっちゃ怒られたことはない。先生らに怒られたこともないかも。まあ怒られへんようにしてるからな、そら。なんかあったっけな。あんまり悪いことせえへんように生きてきたからな。危ない。あ、そう、新しい数学の先生の話するの忘れて。新しい数学の先生は、今日はまだなんかちゃんとした授業せえへんかったん、今日の数学は。が、喋って配布物をその話に合わせて配布してって感じだった。で、話して終わったから、もう今日の私の印象はああいう話す人やなって感じなんやけど、昔から塾の先生やってて、そっからなんか学校の先生やってみたいな、長く教師してる人らしくて、ベテランさん。思ってたより、じゃあ年上なんかなって思って、なんかそんな上に見えへん感じ。これもっと若いと思ってた。ペンギンの曲やな。でめっちゃ喋って、話し上手やなって思った。盛り上げ方がうまいっていうか、盛り上がるところまで持っていくのがうまいっていうか、オチがちゃんとある感じ。頭いいんやろなって感じの喋り方する。で、多動やなって思った。なんか数学の先生って多動な人多い？いや、2人しか見たことないけど、くまさんもめっちゃ多動やったし、その新しい先生も多動。手の動き、なんかさ、先生ってさ、だいたいこう持っててさ、こんな手はしてない。なんかこんくらいの曲がり具合やん、だいたい。で、なんかここら辺もして、こうやってやんねん。これをいつもやってる。くまさんもその先生も動きがなんか似てるなと思った。あと喋るときに手振りって言ったらおかしいな。なんか手が動くのもくまさんとちょっと似てるなって思ったけど、くまさんは運動も好きで、体幹がえげつないし筋肉量もえげつないから、なんか動きがな、もっとでかくてピタって止まんねん、筋肉があるからっていうのと、なんかな、そうやな、その人の方が、新しい人の方がもっとなんかふわってしてる。なんかくまさんはやっぱり体幹がすごいから軸がぶれへんねん。なんかこの上だけこう傾くとかがないねんけど、その新しい先生はやっぱりめちゃめちゃ筋肉があるってわけじゃないと思うから、体幹とかもからこう上だけ動いたりすることもあんねん。あー、こういうのがやっぱりなんか違うなと思って。あとはまたダンスの話してるみたい。確かに。で、なんか軸がぶれるなーって思ってた。もっとピタって止まんねんな、くまさんは。あとは何やろな。でも常にニコニコしてるとこはちょっと似てるかも。ずっと見てたからさ、今日一日一日っていうか数学の時だけやけど、ほんまに全部動くたび、配布中もずっと
ずっとずっと見てたから観察してた。初めましてやからさ、ほぼな、喋ったことないだけやけど、会ったことはあるけど、ほぼ初めてやから。ちょっとちゃんと聞こうと思って、どんな感じの人なんかなって見てた。手が多いねんな、よう動く。でもクマさんはな、パキッてしてたな。でもあの消しても全然消えへん筆圧の濃すぎる黒板の字が良かったな、クマさん。あ、職業病、あーかもしれへんな、重心がずれてるとか確かに。他の教科の先生は変わってない、テニスの筆圧それでめっちゃ強い。たまにあれやもん、校歌いたらなんかチョークの粉が割と大きいままポロポロって降りていくね砕け散った感じで落ちていく、えぐい、強すぎ。でも円とか描くのめっちゃ綺麗やねん。クマさんの図形めっちゃ好きやったな、綺麗に描くねん、全部長さまでぴったり、角度もぴったり、めっちゃ綺麗に描くねんな、あの人の図形。確かにいやー綺麗に描いてたなと思って。くまさんのさ黒板がめっちゃ好きでさ、その書き方っていうか字もそうやし、配分とか割合とかめっちゃ綺麗で、図形ももちろんやし、まとめ方も上手やから、めっちゃなんかノートとか書きたくなる黒板してただからそれがぴったり綺麗にノートに書けたらめっちゃその日の一日ラッキーみたいな今日はいい日だねってなってた。待ってな、とクマさんは超パワータイプやったから、一気に配布物重いのでも配る、持って配るけど、それか持たれへんかったら移動、動きはクマさんのが早いな。で切り返しも早い、ピタッて歩く足跡も違うクマさんの方が靴のサイズが大きいと思う多分なんか着眼点がどんどんおかしくなっていってる、足跡が違う。クマさんの方がスタスタ、しかも歩くのちょっと早い。マッハにやばい、あれやん、メロスやんマッハにってどういうこと、もうちょっと速くなかったっけメロスマッハ11やったっけ。クマさん、まあとりあえず6時半なんで終わります。今日もいっぱい喋りましたね。数学は一切進みませんでしたね。まあいいですよ、明日学校でやるんで。あれが生誕の飾りが届いたみたいなんで、ちょっと去年のやつここにまだ全部置いてんね。ほら、これを片付けようと思います。クマさんの足音は自信ないねんな私、基本答えるとき分かってもな、どうやろな、当てれるかな、そんな自信ない。あ、クマさんな気がするって思ったら、クマさん今授業中の足音だけめっちゃ覚えてる。コールは
自分の人やったらわかるよ。だから生誕のあれとかやったら、あこの人かなって思う時もあるけど、他の人やと全然知らんし、で合ってるかどうかも結局答え合わせせえへんやんから分かれへんっていう。でまだ聞いてないから分かれ。よし、とりあえずランキング出ます。13位 KG6033 ありがとうございます。12位トミードスさんありがとうございます。11位マジカネフキタルさんありがとうございます。10位オレオーザさんありがとうございます。9位ウダカズキさんありがとうございます。8位 RC さんありがとうございます。7位マキコさんありがとうございます。6位小さな恋のメロディーさんありがとうございます。5位高秀さんありがとうございます。4位ゆめゆめさんありがとうございます。3位ゴーシゴーシさんありがとうございます。2位アラケンチョビさんありがとうございます。1位伊達ちゃんさんありがとうございます。生誕祭もありがとうございました。わざわざもうめっちゃ凝ってくれてた。あのさ、装飾についてたさペンギンのシールのさ隣にピンクのちっちゃいペンギン貼ってたのはやっぱり彼女彼女意識した。あれどうなる、めっちゃ気になって写真撮るときに、もしかして幻の彼女ができてるって思ってたペンギン先生に見せたいなって思ってたこういう時だけしか彼女できひんねんから、夢の中だけでも幻覚だとしても見せてあげたいって思ったまあとりあえず終わります。ありがとうございました。妹おらんで、弟だけ。あ、本人より早く、そうそうそう、ペンギンが。バイバーイ、さよなら優しい世界、幻かわいそうやから幻幻覚だけでもバイバイ。明日は写真撮影がある、あの活動の方じゃなくて学校でなんかクラス写真みたいなやつ、ツインテールで行きます。バイバイ。